Z のための Z 比べ、ここに開幕する。 Z って言いたいだけだろ。ん？何？何？え、もういきなりほら、空間の狭間が。空に裂け目が。ね、もういきなり時空の歪み見えたけど、私。あゆな、キャプテン3人の試練をこなしたんでしょ？だったらディグラトンネルを抜けて、ライツさんに会うんだよね。あ、通らんといけんのやね。ディグラトンネルはね、ここからだとポケセンの近く。見逃しやすいから看板を要チェックだよ。ポケモンセンターの近くか。ポケモン、ポケモン。ありがとう、ヒントを教えてくれて。じゃあちょっとムーランドサーチで。あそこね。もうなんか目的地書いてくれてるから分かったわ。ディグダトンネル。お、何？ん？誰？なんか怪しげな。ん？あれ、ライチさんじゃないの？違うの？ん？アユナじゃないか。やっぱりライチさん。こっちはなかなかだね。トンネルの中じゃポケモンディグダがてんこ盛り暴れてさ、波のトレーナーじゃ通れないよ。え、マジで？で、島巡りはどうなのさ。ちょいと Z クリスタルを見せてごらん。お、アユナすごい。魔王の試練もこなしたんだね。こっちもそろそろだね。ディグダも落ち着いてきたし。アユナの実力ならトンネルだって抜けられるさ。私なら大丈夫？ディグダトンネルを抜けると、コニコシティ。私のお店があるから、そこで待ち合わせしようか。お店って何？何しようんやろ。トンネルを抜ければコニコシティまであと少しろと。ん？ライチさん行かないんすか？なんか私一人で出発しよるけど。え？っていうかトンネル内とか、洞窟内とかはあれですか？マップがない感じですか？今までもそうやった？もしや。ほらほら、なんかめっちゃこっち見よる。トレーナーじゃないの？どうやら君も Z の力を使うトレーナーらしいな。私の Z とどちらがより Z なのかを比べよう。まずはトンネルにいるトレーナー全てを倒してくるがいい。どっちが Z とか言われてもね、きっとどっちも Z だよ。何ここ通れんの？え、別に余裕で通れそうだったけど。ねえ。なぜ通れなかった？お。ちょっとサボらないでちゃんと工事しなよ。勝負もそうだし、トンネルを掘るのもそうだし、ポケモンってすごいの。ん？おじさんなの？結構若いんかと思ったんやけど。作業員の正和が勝負を仕掛けてきた。作業員は作業をしなさい。勝負を仕掛けてきてる場合じゃないよ。トンネルが崩れたらどうするの？あ、しかもディグダを捕まえているこの人。どさくさに紛れて、ディグダを捕まえているこの人。おーし。じゃあもう思いっきり。くそ。効かんわ、そんなもん。じゃあ思いっきり、水タイプの Z 技で、一発で仕留めてやるわ。さあ行け、全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。こういう場合、はあ、ディグダ地面ごと。地面ごと掘り起こされとったけど今。効果は抜群だ。でしょうね。イエーイ。お、ニャースがレベル23。やったね。わしのポケモンそうだが、お主のポケモンすごいの。でしょう、ありがとう。でもきっと私のポケモンの方がすごいよ。元はディグダの掘った道。わしらも使わせてもらってありがたいから整備しとるよ。てかディグダどんだけ掘るんよね。天井高くまで掘りすぎじゃない？どうやって掘ったんやろ。疑問なんですけど。あ、これはこっちから降りてくる感じか。ほら、作業ほっぽり出しとる場合じゃないよ、これこれ。なんかアイテムあるかと思ったけど、なかったね。この辺なんかズバッとだらけやな。Z 技って、PP も消費するんや、元の技の。だって私、ポケモンセンターで休んできたはずやけんさ。ん？ここ壊せる。きっと壊せる場所や。こういうところはちゃんと行っとかんとね。ちなみにアイテムは落ちてない。あ、アユナは炎の石を見つけた。あ、炎の石。誰か進化できるやん、これで。まあ、多分まだ炎の石で進化するようなポケモン。イーブイ。
ブースターになれるよ、ブースターに。まあ、とりあえず今んとこせんけどさ。くそ、こっちは？いけないね。じゃあちょっと階段。お、なに、誰？あ、さっきの。この人らは？調査員かなんか？ふぅ。ライチさんの指揮のおかげで、ようやく一段落ね。あらおら。私たちはエーテル財団。あ、なるほどね。ポケモンの保護をしています。私もちょっと一回アルバイトしたことあるよ。こんなにディグダが暴れたのはスカルダンの仕業らしいの。あ、スカルダンというのは、ポケモンやトレーナーに迷惑をかけては喜ぶ、ろくでもないとんでもない奴らね。ディグダが長年かけて掘ったトンネルを使っているんだよ。だからポケモンと揉めずに通らせてもらわないとね。一体何したんやろ、スカルダン。まだディグダもいるけれど、気をつけて通り抜けてね。ありがとう。そっちに去っていくときの挨拶はないのね。アローラって言っていくんかと思ったのに。お、アユナはすごい傷薬を見つけた。こっちの方にも行けそうだぞ。ちょ、とりあえず。なんか変な音聞こえるんだけど。なんかすごいものがいそうな感じの音聞こえん。ガサ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 。あれがディグダか。なるほどね。てかさ、この真ん中の、これには何もないの？何もないのか、なんか拾えるかなって思ったんやけどな。ん？これは、あれか、カイリキーとかなんかいるんかな。またここにもサボっとる人が。穴を掘る。掘れよ。サボらず掘れよ。作業員の長のりが勝負を仕掛けてきた。何？ディグダとダグトリオですか？お、ダンゴロやった。最強、行け、アシレーヌ。もうここのトレーナーたちはきっと岩タイプとかそういうのをいっぱい出してくるんでしょ？こっちはアシレーヌなんだから、無駄無駄。ほら、効果抜群だ。イエーイ。かわいそうなだけだから引っ込めときなよ。作業しなさい、作業。ほら、泥バンクを出そうとしよる。私はそのまま戦います。泥バンコの間抜け面が可愛いわ。いけ、アクアジェット。あれってどういう状態なんやろ。アシレーヌの姿消えるよね。ほら、もう相手に攻撃もさせない。穴があったら入りたい。穴を掘って隠れたい。掘りなさい。自前の穴。穴を掘る。掘ったら埋めたくなる。そうしろと魂が叫ぶのだ。なぜ？埋めちゃったらダメじゃん。あれはとりあえず、ディグダが、土の中をもぞもぞと歩き寄る音ってことやね。お、金の玉を見つけた。イエーイ。こういうとこはやっぱ怪しいよね。へえ、ポケモンが出てきたし。お、野生のディグダ。いけ、アシレーヌ。私、野生のディグダは確か捕まえとった。うん、捕まえとるね。ってことだから、アクアジェット。バシュ。もうこの場所では、アシレーヌが大活躍やね。あ、てかあれじゃない？あの、ライチさん？ライチさんも岩タイプのポケモン使うんやろ？じゃあやっぱりアシレーヌが大活躍やね。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。これは一体何なんやろ？お？力任せでは作業はうまくいかねえ。計算とかそういうのも必要よ、きっと。さあ来い。作業員のマサヒコが勝負を仕掛けてきた。ここの人ら全く仕事をしないな。お、ワンリキー。ワンリキーということは、飛行タイプがいいんやけどなぁ。ということで、ポケモン。飛行タイプ、いないけど、月光河が確か、ツバメ返しを覚えてるね。オッケー。アシレーヌ月光河と交代して。おし。行くぞ、月光河。うわ、壮大な技。一回宇宙まで行ってきたね。さあ、行け、月光河、ツバメ返し。いいぞ、いいぞ。効果は抜群だ。さあ、ありがとう。
お、ピカチュウがレベル30。イエーイ。おめえさんのパワー想像以上だな。でしょう。いい感じに期待を裏切るよ。計算をしてこそパワーも活かせるんだ。だよね。計算も大事だよ。こっちの方は何もない？情けだね。よし、オッケー。ん？あっちなんか細い道が。おう、スカルダンじゃねえか。ああ、参ったぜ。どんちゃん騒ぎしてたらよ。ディグダに囲まれ、袋叩きよ。わかる？袋叩き。袋で叩くことじゃないぜ。わかるわ。だからよ、俺らも袋叩きしたいわけ。そんな気分の俺らの前に現れるお前が悪いわけ。あゆなぁ。おぉ、びっくりした。なんかと思った。スカルダンに呼ばれたんかと思った一瞬。誰かと遊んでるかと思えば、なんだ、スカルダンか。一緒にやっつけてやろう。なんだとはご挨拶じゃん。こいつらまとめて締めちゃおうよ。おし、ってことは私の相手は女の子かな。はい、来た来た。またかっこ悪いパーズやね、ポーズやろ、ほら。スカルダンの下っ端。もう、女の子の方もさ、もうちょっとなんか、もうちょっと可愛いポーズをさせてくれる、なんとか団に入った方がいいよ。ん、相手は何を出してきた？あ、すごい、2対2やん。2対2やん。イエーイ。よし、ってことで、バブル光線を野党森に。アシレーヌ、バブル光線。こういう形の勝負初めてじゃない？今までなんかバラバラで戦いよったもんね。イエーイ。さあ、そして相手はカリキリだ。ここは炎タイプがいいんやけど、あー。ほんとよ、効果抜群やないか。どうしよっかな。じゃあポケモンで。効果抜群の技持っとるやつおらんかった。あ、月光河じゃない？ほら、ツバメ返し。さあ、おいで月光河。じゃあピカチュウがやっつけてしまうかもしれんけど。あ、まだ大丈夫か。おーし。そう、月光河にも効果抜群ないよね。よし、ここで。カリキリにツバメ返しだ。お、ピカチュウもよくやるじゃないか。上から。はい、効果抜群。やったね。スカルダムの下っ端との勝負に勝った。俺ら墓場に向かっちゃうよ。骨むき出しになっちゃうよ。スカルダンだからいいんじゃね。あたいらを霧のように包み込むやるせなさ。振り払えないけど。しょうがないよ。戦った相手が悪かった。閉めるなよ。袋叩きするなよ。俺ら世界征服とか目指してないのに必死になるなよ。何目指しとんやろ。結構規模小さいんかな。バイバーイ。アユノと一緒に戦ってるとさ、ポケモン安心してるから、やっぱすごいトレーナーなんだね。うん、いいものあげるね。何が運だ。お、PP リカバーありがとう。PP リカバー使うとさ、一つの技の PP 回復だよ。さーて、ディグダと遊ぼう。抜けるんじゃないのかよ、洞窟を。エイロと、ライチさんのお店はどこだろ。まだじゃない？あ、ほらほら、こっちの方にもなんか、人がいる。戦った人じゃねえか、クソ。戻ってきてしまったわ。あ、もしかして全員戦った私。まだかな。とりあえず一旦話してみよっか。またズバットが。いっけ、アシレーヌ。ほい、結構倒したけどどうだろう。お、倒した倒した。トンネルにいるすべてのトレーナーを倒したようだな。それでは Z の力を操るトレーナーよ。私と Z 比べをしないか？ Z の優劣を決めるのだ。それでは、Z の Z による Z のための Z 比べを行う。わけがわからない。始めよう。いい返事だ。だが我が Z、ん？だが我が Z は波ではないぞ。Z のための Z 比べ、ここに開幕する。Z って言いたいだけだろ。お、空手王のレツジが勝負を仕掛けてきた。空手王ってさ、なんかあらゆる場所におるけど何人王がおるんやろ。お、張り手山じゃないか。ここは、
ここはさ、うん、やっぱり、やっぱりじゃないけど、ここは、月光河でしょ。いけ、月光河。ハリティアムって思ったよりでかいんやな。今までもうちょっと小さいポケモンかと思いよった。ハッケイ。あ、結構効く。マジか、効果抜群。ツバメ返し。頑張れ、月光河。惜しいぞ、効果抜群だ。イエーイ、こっちの方が一枚上手やったね。Z 比べ終了。一瞬やったね。いやいや、大した Z だ。君の Z こそ Z の中の Z。君の Z に敬意を表して、これを進呈しよう。なになに？アイナは元気の塊を手に入れた。ありがとう。私の他にも Z のトレーナーがいるはず。Z を極めんとするならば、探し挑むも良いだろうな。うん、頑張るよ。これからもきっとおるんやろうね、そういう。Z がどうたらこうたらとかは知らんけど。まあ、ここのトレーナーをすべて倒してこい、みたいな人が。こっちか。ああ、立ち止まってしまったがためにポケモンが。野生のデグデが飛び出してきた。おし、行け、アシレーヌ。ニャースの進化はまだかなぁ。それじゃあもうこっちに。出口。おー、出口や。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。